なるほどね。見物客が多いと思ったら俺が狙いだったのか。そういうことだ。さすがにこの人数を相手にしたらお前でも怪我じゃ済まないぜ。ナイトメアに引き渡そうかとも思ったんだが、捕まえて金にした方がいいって話になってな。ナイトメア、ええ、なあ、もともとはこの大陸にそんなギルドいなかったよな。はあ、何言ってんだ。それになんでベリオ火山があんなに町から遠いんだ。本当はもっと町からすぐ行ける場所にあったよな。おい、誰かこいつの言ってることを分かるやつはいるか。いるわけねえよな。こいつ勝ち目がないからっておかしくなっちまったぞ。やっぱりそういう反応するよな。変なこと言って悪かった。今のは忘れてくれ。そんじゃ始めるか。誰からでもいいぜ。それともまとめてくるか。どっちにしても全員俺がぶっ潰してひき肉にしてやるよ。大した度胸だな。行くぞお前ら、やっちまえ。結構な数ぶん殴ってやったはずなんだけどな。やっと起きたですか、この寝坊助。君はもしかしてドラゴン族？そうですよ。見てわからないならバカです。そっか、こんなところで同族に会えるなんて嬉しいぜ。君、名前は？祈りです。お前が来たせいで部屋が狭くなったです。さっさと出て行けです、このおまぬけドラゴン。会ったばっかなのにえらく嫌われてるな。いや、単に口が悪いだけか。だいたいお前なんで捕まったですか。俺は非合法で喧嘩屋やってるんだけど、依頼してきた奴に裏切られてギャングに捕まっちまった。喧嘩を頼んできた奴に捕まるなんてとんだ間抜けです。まったくだ、自分でも笑っちまったよ。君は？え？私です。当たり前だろ、ここには俺と君以外いないんだぜ。なんで捕まったんだ。私はお前と似たようなものです。そっか、どう似てるんだ。どうしてそんなこと聞くです。いや、似てるって言うから気になって。別にいいだろ、減るもんでもないし。それはそうですけど、この右を上ってたら捕まったです。ごめん、よく聞こえなかった。もう一回頼む。だから裏道を歩いてたら捕まったです。それだけ？マジで言ってんのか。だってあいつらたくさんいてマジで怖かったです。それでついビビっちゃって捕まったです。間抜けはどっちだよ。私は間抜けじゃないです。だとしたらこんなところに今も捕まってるのはなんでだ。なんかの計画か。お前意地悪クソババアです。お前なんか嫌いです。
お前じゃなくてカヤだ。よろしくな、間抜けな祈り。だから間抜けじゃ。お仲間と一緒になって元気が出てきたか。こっち来るなです。よう、君がギャングのボスか。よくも俺を騙してくれやがったな。悪いとは思わねえぜ。花から俺らは悪人だからな。二人とも高値で売り飛ばしてやるよ。ここから出られたら真っ先にあいつを叩き潰して魔物の餌にしてやるです。出られたらな。つうかさ、俺も君もこんなところにぶち込まれてたらダメなんじゃね？あ、よくないに決まってるじゃないですか。このままだと私たちどっかの変態に売られちゃうですよ。いや、そうじゃなくてさ、君も噂で聞いたことあるだろ。同じ種族を探してるドラゴン族のやつがいるって。それはそうですけど。やっぱりな。それを聞いてから俺はずっとそいつを探してた。私もです。そうすればきっとわかると思ったんです。それってこの世界が偽物かどうかだろ。俺が覚えてる地図とこの世界の地図全然違うしな。火山や鉱山なんかは本当ならランドソルの近くにあるはずだ。その通りです。じゃあやっぱりお前も。俺も祈りと喋ってやっとマジなんだって分かったよ。やっぱりおかしいんだよなこの国っていうか世界。他の種族に話してみても危ないやつ扱いされて大変だったよ。祈りは？私もです。ひょっとしたら自分の頭がおかしいのかもって悩んだです。だよな。俺はさ思ったんだ。ひょっとしたら俺と同じドラゴン族のやつなら分かってくれるかもしれないって。かやぴー。だから仲間を探してたんだけど、まさかこんなところで見つかるなんてな。それはこっちのセリフです。こんなとこさっさと出て仲間を探したいです。だな。は？あ、いや、ドラゴン族を探してたのは祈りだろ。違うですよ。カヤピンも私も探してたならもう一人いるですよ、ドラゴン族の仲間が。マジかよ。早くそいつを助けないと俺たちみたいに捕まっちまうぞ。はーい、仲間ならここにいるよ。誰ですかお前。君もドラゴン族か。ってことは君が同族を探してたやつか。正解。カヤちゃん賢い。私はドラゴン族だけのギルド、ドラゴンズネストの誉れ。ギャングがドラゴン族の子を捕まえたって聞いて助けに来たの。二人とも私のギルドで保護してあげるね。そうですか。どうしたの？なあ、君どうやってここまで来たんだ？ギャングの牢屋に堂々と入ってくるなんて真似、普通は無理だ。そうです。牢屋の前には見張りがいるはずです。どう考えても怪しいですお前。ああ、それならほらこの子にお願いして鍵を取ってきてもらったの。キャオ。なるほどです。
結構賢いんですね、そいつ。そうなの、私の言うことをちゃんと聞いてくれるいい子なの。というわけで、見つからないうちに早くここから出ましょう。賛成だ。いつまでもこんなところにいたら体がなまっちまうしな。見つかりませんように、見つかりませんように。うわ、てめえら、どうやって出てきやがった。敵襲だ、敵襲。早速見つかっちゃったです。まあ縄張りのど真ん中だし、こうなっちゃうよね。どうしよっか。俺が奴らを足止めする。二人はその間に逃げな。カヤピ、まだ怪我してるんじゃ。カヤちゃん、任せていいんだね。お、こいつらにやり返すチャンスだからな。喧嘩屋らしく派手に暴れてやるよ。カヤピ、ボロ雑巾みたいになっても絶対に生き延びろ。わかったですか。ああ、任せとけ。通信魔法で援護はするから無理はしないでね。行こう、祈りちゃん。あの人、どう俺を援護するつもりだ。おい、二人逃げていったぞ、捕まえろ。諦めて素直に牢屋へ戻るなら許してやるぞ。嫌だね。俺を撃ったやつを見つけてぶん殴る。祈りを捕まえたお前らも全員俺がぶん殴る。そうかい、お前は売りに出すつもりだったが、逆らう気がなくなるまでボロボロにしてやる。お前らやっちまえ。いいぜいいぜ、たぎってきた。てめえら全員俺様がぶっ倒せ。喧嘩屋に喧嘩売ったこと後悔させてやるよ。カヤピ、立ち止まらないで。あの音が聞こえてくる間はカヤちゃんが戦ってるってこと。あの子の頑張り無駄にするの。私は見つけた。逃げられると思うなよ。うわ、私だって口だけじゃないとこ見せてやるです。ガー。いのりちゃんって思ってたより頑張り屋さんなんだね。こっちは大丈夫そうだし、かやちゃんを助けましょうか。カヤちゃん、後ろから二人接近中。それと側面にも気をつけて。おら、攻撃が当たらねえ。後ろに目でもついてんのかこいつ。すげえな、これなら何人来ても楽勝だぜ。オラオラオラ、とっととかかってこいや。次、前方から3人、建物の上に1人。後ろの2人も体勢を立て直してるから気をつけて。みのりちゃん、こっちはもう大丈夫みたい。ギルドハウスまで急ぎましょう。すごいです。その目でカヤピーのことバッチリ見えてるですか。そうなの、龍眼っていうらしくて、少しの間だけど
遠くのことも全部見えちゃうんだ。半端ないです。よし、こっから大逆転してやるです。お前ら全員焼肉にしてやるですから、覚悟しろです。こいつ火まで吐き上がるぞ。今がチャンスです。もう少しでギルドハウスよ。頑張りましょう。ここがギルドハウス。助かったです。なんで他の種族がここにいるです。しかもどう見ても悪人面なやつじゃないですか。ああボス、お疲れ様です。もう着いたんですね。ええ、準備ご苦労様。ボス、じゃあまさかお前が本物のギャングのボス。くっそやばいです。ものの見事に騙されたです。どうしよう、カヤピーを見捨てるわけにもいかないし、私が何とかするしかないです。というわけでテストは終わり。二人とも合格よ。みんな、ギルドハウスに集まって。騎士団やカオンに見つからないよう、こっそりね。え？了解です、ボス。というわけだ、お嬢ちゃん。俺たちはみんな降参だ。今まで悪かったな。はあ？いきなり何言ってんだよ。まだ喧嘩の途中だってのに。詳しくはボスが教えてくれるってさ。お嬢ちゃんも一緒にギルドハウスに行こうぜ。みんな出発だ。祈り、よかった、無事だな。私はまあなんとか。カヤピーこそ無事でよかったです。あれくらいならなんともねえって。それより全部話してくれるんだろうな。もちろんよ。まず二人を牢屋に閉じ込めてたギャングは実はとっくに亡くなってたの。私が乗っ取っちゃった。はあ？それでね、二人はそれぞれ他のギャングに捕まってたんだけど、仲間にしたかったから譲ってもらったの。祈りちゃんはもう値段がついてたけど、かやちゃんはその前に交渉してタダにしてもらったのよ。じゃあさっきまでの一体何だったです？入団テスト。二人がどれくらいの力を持ってるか見ておこうと思ってドキドキしたでしょう。そうだ、私のことはボスって呼んでね。これからよろしく。さて、早速二人の歓迎の儀式よ。おし、すぐに準備します。ちょっと待った、ギルドの話は嘘だったのか？このギルドハウスもどっかのギルドから奪ったものじゃないよな。そうです、そうです。私たちを騙したみたいに汚いやり口で不法占拠してないですか？ギルドのことは本当、ちゃんと二人をギルドに迎え入れるわ。でもギャングの仕事もやってもらうから、どっちも頑張って。自由になれると思ったのに、ギルドどころかギャング。カヤピーはどうするです？俺は入るぜ。明日があるかもわからない日々を送るよりはよっぽどマシだし、ようやく合法的に喧嘩屋を名乗れるしな。でも
祈りは借金抱えたようなもんだろ。あのボスならきっと地獄の果てまで追いかけてくるぜ。そうでした。もうこうなったらやけくそです。私も入るです。よかった。というわけで、かやちゃんといのりちゃん二人が新しく仲間になりました。おめでとう。おめでとう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。暇だな。暇ですね。二人には早速明日から働いてもらうよ。まずはギャングの縄張りの見張りからお願いね。ご苦労様。明日はギルドのお仕事だよ。露店の店番が足りないらしくて、二人でお手伝いよろしく。あれからいろんなことやらされたけど。平和です。今でも騙されてるんじゃないかと思うくらい毎日平和で驚きです。危険な仕事も全然ないです。さすがにギャングの仕事はヤバそうなのもあったけどな。本当に俺たちを保護するつもりだったとは思わなかったぜ。ひょっとしたらこのまま平和に過ごせるかもです。カヤピーは不満かもしれませんけど。喧嘩屋の仕事はボスに許可取れたから大丈夫だ。でもまあしばらくはのんびりするのも悪くなさそうだな。今日もお疲れ様。いきなりなんだけど、明日からしばらく泊まりのお仕事になります。遠出ってどこに行くです？これはまだ秘密なんだけど、新しい大陸が見つかったの。その島を調査する先遣隊に私たちも参加します。新大陸か。俺が聞き覚えないってことは二人も同じか。だったら調べに行く価値はありそうだな。了解だボス。怖い魔物いないといいですね。まあいたとしても私の炎で灰にしてやるです。ボス、積み込み終わったぜ。最初から重労働です。追加手当を請求してやるです。ご苦労様。あと一人来るはずなんだけど。あ、来た来た。おーい、こっちこっち。あれ、君ボスと知り合いだったのか。何はともあれよろしくな。君も一緒なら面白い仕事になりそうだ。まあせいぜい死なない程度に頑張るですよ。何かあったらこの私がフォローしてあげるです。あれあれ、二人もこの子と知り合いだったんだ。偶然だね。逃げちゃった船員の補充が必要だったから急だったんだけどお願いしちゃった。へー。でもさボス、彼って船旅大丈夫なの？そうです、お兄さん体はそんなに強くないですよ。
そうだけど、でも今から追加で補充は難しそうだし。ありがとう。本人もこう言ってることだし、あと面白そうだし、やっぱり採用で。お兄さんがそう言うなら止めはしないです。今日はよろしくな。頼りにさせてもらうぜ。よし、準備も終わったことだし出航するよ。目指せエルピスト。まだつかねえのかよ。はあ、当たり前だろうがこのバーガー。なんだてめえ、やんのかこら。ねえかやぴー、私気づいたことがあるです。奇遇だな。実は俺もだ。この船もそうですけど、乗ってるやつら全員柄が悪いです。やっぱ祈りもそう思うよな。今回の仕事は明らかに変だ。ボスに聞いてみようぜ。てなわけだボス、今回の仕事なんか隠してないか。あれ、言ってなかったっけ。この船団の人はほとんどがギャングなんかの訳ありだよ。ギャング訳あり？当たり前だよ。だってまっとうに人生を送ってる人たちを、何が起こるかわからない新大陸への上陸や開拓のために連れてこられるわけないでしょ。元の大陸に帰れるかもわからないのに。冗談だろ。冗談じゃないし、聞かれもしなかったから今まで言わなかっただけだよ。大丈夫、なんとかなるって。やっぱりボスは悪魔です。いや祈り、油断してた俺たちも悪い。もっと詳しく話を聞いておくべきだった。そうやってすぐ自分が悪いと思っちゃダメです。こんな女とは徹底抗戦するですよ。まあいいじゃねえか。引くに引けないってなると俺は燃えるぜ。うん、そういえばカヤピは脳みそ空っぽの喧嘩ばっかだったです。とにかく今は文字通りの乗りかかった船ってやつだ。俺たちは生きて帰ることだけ考えよう。そうですね。あの人も無事に家に帰してあげないとです。てなわけだボス、俺と祈りの腹は決まった。仕事に戻るよ。はーい、船から落ちないよう気をつけてね。船長、新入りが船酔いで倒れやがった。あ、こっちに運んできて。私が面倒見るから。あらら、行ったそばから。大丈夫か。しょうがない人ですね。ボス、お兄さんのことよろしくです。はい、任せて。ねえ君、私の膝を枕にして横になった方がいいよ。そうだ、寝ながらでいいから聞いてほしいんだ。かやちゃんといのりちゃん、まるで騙されたみたいに私に文句言ってくるの。聞かれなかったから答えなかった私が悪いのかな。でもこれって二人に信頼されてきたってことだよね。すごいね、君は気づいてたんだ。
危ないって分かってたならどうしてついてきたの？それって私も？やっぱり君って本当に面白い人だね。でも今は自分の心配だけしてて。君が必要になるとしたらもう少し先のことだから。急げ急げ、みんな早くしろ。ひょっとして島が近くなってきたですか？下船の準備にしては変だな。ドイツも武器を持ち出してる。なあボス、今から何かあるのか？そうだよ、詳しくは見てからのお楽しみ。連れてきた理由なの。まるでエルピス島への侵入を阻んでるみたいでしょ。今までの船団はこいつを倒せなくて島へ上陸できなかったの。だから私がギルドの仕事として引き受けてきたんだ。そういうことかよ。いいぜいいぜ、たぎってきた。たぎるわけないです。ハッピーは今すぐ海に落ちて頭冷やせです。この結果バカ。というわけだから二人とも頑張ってね。二人、今二人って言ったです。おいこら、このクソボスババア、私たちを見捨てるのです。もうそんなことしないよ。私にだって船団と船員を守る仕事があるんだから。倒したところで船が壊れちゃ意味ないからな。やろうぜイノリ、俺たちでこいつをぶっ倒すぞ。あー、もうダメです。またカヤピーが人の話聞かなくなったです。こうなったらやけくそです。あは俺様だ。うわー、まだまだ。やったです、さすがカヤピー。いや、今のは大して効いてない。反撃来るぞ、避けろ祈り。なんつー攻撃だ。以上に力が湧いてくる。ナイスだ君、これならあいつを思いっきりぶん殴れる。あ、私もやれる気がしてきたです。カヤピー、やっちゃってくださいです。じゃあお先に出るよ。早くくたばりやがれです。とどめは任せたです。おう、任せとけ。ぶっ壊れちまえよこの化け物野郎。おお、あの二人やりやがったぞ。やったぜ。
これでやっと島に上陸できる。燃えた。どうだ、俺様の拳は痛えだろ。疲れたです。もう動けない。あんなのは二度とごめんです。もうちょっと苦戦すると思ったんだけどな。実はそうなんだ。本当なら今の戦いで二人にドラゴン族としての力に覚醒してほしかったんだよね。ドラゴン族ってね、他の種族よりも強い力を秘めてて、それを覚醒させるには普段だとありえないような大きな困難に直面する必要があるんだけど、まあ君が力を貸しちゃったから二人が覚醒しなかったじゃない。まあれはあれで楽しめたからいいけど。はーい、二人とも起きて。島も近くなってきたし、荷下ろしの準備お願いね。ボスの鬼、悪魔、ドラゴン。あとちょっとだけ休ませてくれ。ダメ、この子と一緒に頑張りなさい。もう限界なんです。カヤピーもお兄さんもちゃんと聞いてます？聞いてるよ。まあエルピス島じゃいろいろあったからな。祈りの気持ちもわからなくはない。思い出すだけで胸クソ悪くなるです。何回死ぬと思ったかわからないくらいですよ。なのにあの人は後ろで命令するだけ。いい加減にしてほしいです。でも人の上に立つってことはそういうもんだろ。そうだ、じゃあ祈りがボスになっちまえよ。あ、さすがカヤピー、大して真面目に考えてないくせにいい策を思いつくです。そいつはどうも。でも褒めるのかけなすのかどっちかにしてくれよな。みんなで下克上するですよ。あの女をギャングとギルドどっちの頂点からも引きずり下ろしてお茶汲みさせてやるです。それはこれから一緒に考えるですよ。てか俺は参加確定かよ。まあ面白そうだからいいけどさ。本当に面白そう。私も混ぜてほしいな。やっはー！ボス！いつから？お茶くみがどうこうっていうのは聞こえたけど、何の話をしてたの？祈りがボスを買われってさ。なるほどね。祈りちゃんがやけに緊張してると思ったらそういうこと？様子を伺ってるのは分かってたけどね。バレてたです。変わってもいいよ。え、今変わってもいいって言ったです？一言一句合ってるよ。どういう風の吹き回しかは知らないですが、遠慮なく変わってやるですよ。本当に大丈夫か？じゃあ早速仕事の引き継ぎだね。ギルドの仕事は依頼の確認と報酬の管理に、カヤちゃんの仕事の取り次ぎもやってるでしょ。ギャングは
近隣の組織との折衝にお金の管理があって、メンバーのマネジメントと勧誘もあるし、あとは定例の幹部会合の出席もだ。他にもいろいろ細かいのがあるけど、全部お願いしてもいいよね。そんなに仕事してたです。当たり前だよ。ギャングなんてならず者ばっかりだから、規律を示して暴走しないようコントロールしないとね。思ってたより大変なんですね、ボスの仕事って。ああ、ひょっとしていのりちゃん、私が人の後ろで命令してるだけの人だと思ってた？そんなことないです。絶対ないです。ああ、全部聞いてたな。というわけでいのりちゃん、明日から代わりによろしくね。あ、明日はその仕事が。あれ、おかしいな。いのりちゃんに明日お仕事入れてたっけ？ボスにはまだ教えてない仕事です。そっか、忙しいんだね。じゃあかやちゃんに代わってもらっちゃおうかな。あれ？よしなよボス、俺が組織の頭なんて似合わないよ。そういうところがいいんだけどな。きっとみんなついてきてくれるよ。わかったです。こうなったらみんなにどっちがいいか聞いてくるです。おい、祈り！行っちゃったよ。ボス、あんまりからかいすぎるなよ。はーい。ちょっといいですか？おー、いのりちゃん、どうした？私とボス、どっちが真のボスにふさわしいと思うか教えるです。おー、ボスだ。そりゃボスっしょ。ボスに決まってるだろ。バカ言っちゃいけないよ、いのりちゃん。ほら、お菓子やるからボスんとこ帰りな。みんなひどいです。カヤピー。おーおー、よしよし、バッチリお菓子までもらってきちゃったか。ないです。ギャングのボスは諦めるです。でもギルドマスターの座は私が奪い取ってみせるです。どうしようかな。あ、じゃあさっき受けてきたお仕事でテストするのはどうかな。新しく見つかった遺跡の調査なんだけど、あちこちに竜の遺章が多くあるらしいんだ。ドラゴン族の手がかりになる場所かもしれないでしょ。私たちのことや他のドラゴン族について何かわかるかもと思って管理協会から引き受けてきたんだ。大事な仕事ですね。よーく見ときです。私がボスより活躍してみせるですよ。話は決まったな。それじゃ早速準備していくか。ありがとう。私たちだけでも大丈夫だと思ってたけど、君が来てくれるなら盤石だね。楽しみだな。さあ着いたよ。魔物用の罠があるかもしれないから気をつけていこうね。いや、魔物なんて私が叩き潰すですよ。そうだ、このまま私が先頭に立ってちゃダメだよね。いのりちゃん、あとはよろしく。はい、任せろです。
頑張れよ。言われなくても頑張るです。今に見てやがれです。今なんか変な音がしたです。そうか、風の音でも聞こえたんだろう。いのりちゃん、全然進んでないけど大丈夫？このままだと明日までかかっちゃうよ。大丈夫です。かやぴ、先頭に立つです。奥から魔物の声がしたです。お、じゃあ行くぞ。全員遅れずについてこいよな。一発で終わりか、つまんねえの。かやちゃんお見事。いのりちゃんもあれくらいできないとね。そういうボスはどうなんです？そういえばまともに戦ってるところ一回も見たことないです。あれ、そうだった？じゃあ今度は私が先頭で行こうか。何もできないに決まってます。みんな止まって。どうした？少し進んだところに魔物が見えたんだ。ラーゴ、お願いね。ギャオ。ありがとう。もう大丈夫だね。奥に進むよ。ずるいです。そんなの反則ですよ。そうかな。いのりちゃんもドラゴンを飼えばいいだけの話だよね。それはそうですけど。っていうか結構進んだはずだし、いのりちゃんそろそろ交代しよっか。分かってます。私がちゃんとできるところ見せつけてやるです。出てきませんように、出てきませんように。いのりちゃん、まだ？かやちゃんに代わってもらった方がいいんじゃない？そう言うなよボス。いのりにはいのりに合ってるやり方がある。こういう時は黙って見守ってやろうぜ。でもこのままだと依頼が達成できないよ。いや、魔物です。こんなやつ私が一人で。お前なんかぶちのめしてやる。倒れろ。なんで起き上がるです？このままじゃ私。いのり、俺に合わせろ。マヤピ、はいです。おりゃあ！やったです。でもカヤピ、どうして？祈り一人で頑張らせるわけにはいかねえだろう。ギルドマスターだけに戦わせるなんて俺には無理だ。場面だね。でも今のでいのりちゃんは不合格になっちゃった。そんな。
ていうか、かやちゃんが一回先頭に立った時点でもう不合格だったんだけどね。どういうことです？あんなにあっさり仲間を身代わりにする祈りちゃんにはギルドマスターはまだ早いんじゃないかな。ごめんなさい。むしろ謝るのは私だよ。祈りちゃんを不安にさせたのは私なんだし、ギャングの仕事の時はどうしても上下の関係になっちゃうけど、それはあっちの世界がそういう仕組みだからだよ。他の仲間に示しがつかなくなるから偉そうに振る舞わなきゃいけない時もあるのは分かってほしいかな。それくらいは分かってます。ただギルドの時は同じドラゴン族の数少ない大切な仲間だと思って接してるつもりだよ。それなのに不安にさせちゃったみたいだね。でも私たちドラゴン族が生き抜いていくにはただのギルドのままじゃ力が足りないんだ。ボス、私たちはもっと強くならなきゃいけない。そしてこの世界に起きたことを解明しなきゃいけない。だからこれからも祈りちゃんの力を貸してほしいの。お願い。お願いされたらしょうがないですね。やってあげます。見ててください。さっきみたいに魔物が出てきても今度は私一人で叩き潰してやるです。ボス、祈りは思い込みやすいんだから気をつけてくれよ。はーい、かやちゃんは優しいね。そりゃ仲間だからね。ボスだってそうだろ。どうだろうね。さっき言ってたことはどこ行ったんだ。ま、俺はどうでもいいけど祈りには優しくな。了解。そうだ祈りちゃん、その先のトラップ地帯は慎重に進んでね。ご覧の通り、あの二人はまだ自分たちの面倒を見るだけで精一杯だから、やっぱり私がギルドマスターじゃないとね。はーい、でも大丈夫だよ。あの速さで走ればトラップには引っかからないのは見えてるから。結局遺跡じゃドラゴン族についての手がかりも世界の変化についても何にもわからなかったですね。元気出せ祈り、何もなかったことがわかっただけマシさ。そうだよ、遺跡はきっとまた見つかるよ。その時はまた頑張ろうね。そうですね、もっと頑張っていつかギルドもギャングも乗っ取ってやるです。あれ、諦めてなかったんだ。じゃあその日が来るのを楽しみにしてるね。しかし遺跡は空振りだったし、どっかにドラゴン族の仲間でもいないのか。何言ってるですかヤピー、そんなに簡単に見つかるものじゃないですよ。意外と簡単だったみたい。ボス、今のやつって、ドラゴン族だったね。急いで追いかけるよ。待ってです。待って。